で本当に効果があるのを感じてて、留学する前から知ってればよかったとか、留学してる間に知ってればよかったって本当に思ったんですけど、なので皆さん今日早めに初級の段階で早めに知れるというのは大変に何でしょう、スピードアップする方法ですので、ぜひ今日から始めてほしいんですが、まあ、どんな効果があるとかその辺をこれからお話しいたします。まあ、これはもう前田先生も愛用されてますけど、別にこれ宣伝で宣伝して私お金とかもらってないんですけど、本当にね、この、まあ、もう有名だからね、私が言うまでもないんですけど、まだもしかしたら知らない人もいるかもしれないので、いつもしつこく宣伝してるんですけど、本当に書きやすいで、ボールペンっていうダマになったりするじゃないですか。やっぱりダマがまたやめる理由を作るんですよ。まだ今日出ないから今日はやめたとか、全然途中で探しに行く間になんかもうやめたってなるんですよ。だからとにかくやめる理由を作らないために、このジェットストリームを使った方がいいです。파랑색세번째새집이라서깨끗하고근처에큰공원도있어요마지막으로새집이라서깨끗하고근처에큰공원도있어요はい、行きましたか。もう7ページ見てください。もう途中ですが一緒に読みましょう。ジンスシー、シーザク。ジンスシー、얼마전에이사한집은어때요아주좋아요새집이라서깨끗하고근처에큰공원도있어요뭐그아주잖아같아새집이시작새집이라서무라라서어끼나오네라서ってならない라서새시작새집이라서次깨끗하고도저소리가그거깨끗도넣은데타깨끗하고도저顔を見せてください。깨끗하고どうぞ。깨끗하고。타。타。깨끗하고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 。出てますか？出てますか？깨끗하고。깨끗하고。깨끗하고どうぞ。근처에。근처처처근처에근처에큰큰공원도큰가마다되나이나큰공원도서큰공원도있어요허이새집이라서뭐一緒に行きましょう。시작새집이라서깨끗하고さっき姫さんも言ってましたけど、こういう何か自分が書けなかったところをグリグリっと後でマーカーをして必ず復習なさってください。もう今日は時間でこれ以上できないんですけども、こんな感じ、4色ボールペンディクテーションすごく力がつくと思います。これを1週間に1回やるだけでね。18時30分から新設中級総合演習、これはトピックの過去問を使って中級の総まとめをしましょうというそういう授業、それからその次新設初級エキスプレスと10回で初級を総まとめ、だから文字とかあんまり細かくやりません。もうぐいぐい進んでガンガン声を出してもらって、もう帰る時にはヘロヘロと、もう喋りたくないっていうぐらい、そのぐらい疲れるぐらいガンガンやろうと思ってます。初級途中の停滞を打ち破れというふうにしています。11月16日から受付開始にしてますので、まあ何人ぐらいになるかちょっと分かんないんですけども、大阪では今9人でやってます。木内明さんの基礎から何だっけ、初級の本ね、あれ1冊をもうスクリプトと文法のものだけを圧縮してで10回でガンガンやるという、だから文字の読み方みたいなことは細かくはもうほとんどっていうか全くやりません。見学も来てください。